だ。怪物を投下してるぞ。糸を出すやつだ。怪物を何とかしろ。市民を守れ。誰か誰か。円盤だらけだ。ここに敵が集まってやがるのか。どこもこんな状態らしい。エイリアンはどれだけ大軍なんだ。勝ち目なんてあるのかよ。怪物を投下する大型円盤を以後テレポーションシップと呼称します。テレポーションシップを撃墜する方法はないのか。現在のところ撃墜に成功した例はありません。テレポーションシップの装甲はバリアのようなもので覆われているようです。警備の損傷すら与えることができません。クソ、大型円盤だ。サイブレード。全部が怪物を投下し始めた。クズが追いつけないぞ。大型円盤を倒す方法はないんだよ。空軍は何をやってやがる。いよいよ武者ぶり。ウェポンシステムアンロック。了解。エイリアンは人間をどうしようというんだ。地球を守る。次第に我々は疲弊し、いつか力尽きるだろう。なんとか状況を打開しなければ。現在空軍が新型機を準備しています。新型機。テレポーションシップを破壊できるというのか。おそらく。ただ時間が必要です。みんなどれくらいだ。約2ヶ月。2ヶ月間やられるがままというわけか。クリア。怪物を倒し被害の拡大を防ぐ。今できることはそれだけです。全員を探知しました。それぞれ。イエスサー。民間人。怪物が村の外にいるんだ。なんとかしてくれ。必ず生き残ってやりますよ。ショックキャンセル。敵の気配です。敵の射程内に入ります。狙え。イエスサー。また怪物を落としてるぞ。再現がないぞ。なんとかしないと。怪物カーニバルだ。攻撃するぞ。あなたの言ってきた。追いつかないぞ。みんな死んじまう。攻撃する。空軍が円盤を破壊するまで持ちこたえられるのか。世界中がこんな状態なのか。世界が滅ぼうとしてる。こんな日が来るなんて。弱気になるな。俺たちが怪物を倒せばいい。怪物です。怪物が街を歩いています。円盤が来るぞ。火力を持った歩兵は過去いない。ウィングダイバーの名を取ろう。武器の点検は終わっています。早く交戦しましょう。地球は滅亡寸前だ。このままだと本当に人類は滅ぶぞ。まもなく戦闘が始まります。センサーの出力を最大限。ユグさん必ず生き残ってやりますよ。ゴーシュ。怪物の数は我々の駆除能力を上回りつつある。このままでは社会システムが崩壊するのも時間の問題だ。敵を探知しました。
民間人、ね、そのビークルを使え。怪物を見た人がいます。どこに避難すればいいですか？怪物が入ってきた。助けてくれ。戦況報道をお伝えします。大局的に見て戦況は優勢に推移していると言えます。エイリアンは怪物の投下を続けているものの、 EDF はその大半を駆除、脅威を抑え込むことに成功しています。さらに EDF は優勢を決定的とするため新兵器の投入を発表しました。新兵器の完成は2ヶ月後、4ヶ月後には各地への配備が完了します。新兵器は大型円盤を破壊する力を持っており、これにより宇宙船団を壊滅させることが可能となります。戦場となった今、俺たちは戦わねばならない。